竹岡村はかつて千葉県阿蘇郡に存在した村。1889年町村政志向に伴い発足し昭和の大合併で消滅した。現在の富津市南部、阿蘇地区の一部にあたる。2018年現在の地名で竹岡、萩生にあたる。竹岡は古くは造海という地名であった。この地名は漁業に関連する。 造毛という語から来ているという。15世紀後半、統治を治めていた、マリアツ氏は、東京湾に望む、標高約100メートルの山の上に、造海上を築いた。伝説によれば、暗望国の戦国大名里見氏が造海上を攻めた、時、首相マリアツのた高が優れた和歌を、百種首読めたら、会場しようと申し出たところ、里見側の大将が和歌を百種首分を繰り返したため、 信孝は言葉通りに会場したという。これを記念して、百首城と城の名を改めたといい、城下の港や村も百首の名で呼ばれた。天正18年、豊臣秀吉によって、里見家は安亡国以外の両国を没収され、増会場は廃城となった。江戸時代初期の1633年には、家造を受けて1万国余りの大名になった。 松平重則が百種村に陣屋を構えて百種藩が成立したが、違法によって短命に終わっている。江戸時代後期の文化7年、異国船の出没を受けた幕府は、白川藩主、松平貞信に暴走の海岸防備を命じた。貞信は百種村に陣屋を設けて、竹が、岡陣屋と称し、また、戦国時代の百種城市のある山城と山六に竹が、 岡大場を築いたに設けた陣屋を、松が岡陣屋、安房国白子に設けた陣屋を、梅が岡陣屋と命名している。文化9年5月に、定信は百種村の名を竹が岡村に改めた。なお定信は、老中在職中にも東京湾岸の巡視を行うなど解剖に熱心に取り組んだ人物で、竹が岡の陣屋、大場建設の現場にも訪れた。 薬王寺にある竹岡のお初期委町は、佐田信が手図から植えたものと伝えられる。君津郡域の町村静止工事の町村、阿郡四41、吉野村42、大貫村43、佐抜町44、港町45、乾四46、 関村47、駒山村48、天神山村49、豊岡村50、竹岡村51、金谷村現在の行政区拡大大、富津市1889年の町村政志向に、祭祀、竹が、岡村、萩生村が合併して竹岡村が発足した。1916年に、小泉木更津線のカ佐港駅浜金谷駅間が開通し、 鉄道が村内を通過することになったが、当初駅は設置されていなかった。1926年6月16日、萩生に、竹岡駅が仮停車場として開業した2駅に、昇格。1928年11月30日、竹岡の光も、発生地が国指定天然記念物に指定された。1955年、昭和の大合併による港町、金谷村。 天神山村と合併して新設された阿蘇町の一部となった。阿蘇町はその後1971年に福津市の一部となった。1986年4月福津市竹岡コミュニティセンターが完成した。ありがとうございます。